トレセード側、現在南西の風が5メートル前後、ホーム側はやや強めの追い風に変わっています。川の流れは上げ潮60センチで、ホーム側強めの追い潮です。シリーズ5日目の戦いは第12レース準優勝戦を迎えています。対戦メンバーです。1号艇東京渡辺信弘、2号艇埼玉富永正人、3号艇東京山田哲也、4号艇東京吉田宗弘、5号艇東京村田敦史、6号艇東京三浦啓太、以上の6選手です。陰線1号艇渡辺信弘、6戦4勝オール2連帯の活躍で堂々の予選トップ通過を決めています。2コース2号艇富永正人、昨日は荒波の中逃げと差しで連勝でした。3コース3号艇山田哲也、持ち前のスタートもしっかり決まっています。4コース角4号艇吉田宗弘、5コース5号艇の村田敦史、行き足良好で好スタートが目立っています。6コースが6号艇三浦啓太、昨日は逃げて白星で準優、12番目の椅子を手にしています。スタートを10秒切りました。12レース準優勝戦です。進入台形インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。3コースから3号艇の山田、5コース5号艇の村田が好スタートを切っています。一周一マーク、2コースからまくっていく2号艇の富永、まくり刺した3号艇の山田、アウトコースに5号艇の村田、内から4号艇の吉田の差し出バックストレッチへと抜け出しています。先頭は2号艇の富永抜け出しました。早くも独走態勢、2番手4号艇の吉田、3番手争い残り4艇が混戦となっています。スタートは前提正常です。一周にマークトップで2号艇の富永、2番手は1号艇の渡辺が先取っていく、内をついてきたのは4号艇の吉田、3号艇の山田で方面取り返しています。2番手は4号艇の吉田が優勢、3番手争いアウトコースが1号艇の渡辺、インコースが3号艇の山田、内からは5号艇の村田も定冠詰めてきていまして、2周の1マークです。3番手は5号艇の村田、外を握っていった3号艇の山田、差しハンドルが1号艇の渡辺でバックストレッチ、3番手争い内外広がっていまして、インコース1号艇の渡辺、アウトコースに3号艇の山田と競り合いが続いていますが、アクシデントとなっています。1号艇の渡辺にアクシデントです。1号艇の渡辺信弘、転覆のため失格となっています。上位の体型は2番、4番、3番手大時計前を通過しまして、レースは最終周回に入っています。最後のバックストレッチへと先頭で2号艇の富永抜け出しています。2番手が4号艇の吉田、3番手が3号艇の山田、その後ろは5号艇の村田、最後方に6号艇の三浦と追走しています。上位の体型は2番、4番、3番で最後のバックストレッチを構想しています。最終コーナートップで2号艇の富永が旋回、2番手4号艇の吉田、3番手3号艇の山田で方面取り返していまして、まもなくゴールを迎えます。先頭2番の富永ゴールイン、4番吉田ゴールイン、3番山田ゴールイン、5番の村田、6番の三浦がゴールインです。なお1号艇の渡辺信弘は転覆のため失格となっています。以上、第12レース準優勝戦でした。